1、2、3、ワン。5月は4日イベントありますね。いやいや、その前に来週先言います。
そう、そりゃそうですよ。いや、そうやけど、まあまあ、さっき言いましょうか。じゃあ、来週ね、3B っていうところが南森南町で最後、あの、4月いっぱいでお辞めになるということでね、皆さん、で多目的スペースで、うんね、あのグッディーズも、ね、何ヶ月結成当初からだいぶお世話になって、あの、天音の会場とかにもなってるところなんですけど、なんかオーナーさんの都合で4月いっぱいで閉められるということで、はい、あの、来週は、まあ、ここに来られてる、方々も交えて楽しくセッションライブやりたいなと思います。で、その翌週が、あの、まあ、これもいつもお世話になってるこちらネタ小屋さんの1階で、あの、恒例になりました、グッディーズカフェというのも土曜日に、来週の土曜日の6時から、最後の、はい、11時まで、だいたいポップス系中心の 2,3、はい、曲回しになると思います。あの、これはあの、どなたでも参加自由なので、来てみたいなと思われる方おられましたら、ぜひご参加ください。あの、できる曲があればどっちもサポートしますのでね、はい、みんなで遊びましょうという、そういう日でございますので、それが終わりましたら5月の4日に高槻ジャズフェスティバル、今回です2回目ですかね、はい、はい、高槻ミューズデッキ、 JR 高槻ミュージデックですね、はい、ということで皆さん、はい、3時からですので、はい、40分ほどね、はい、ステージいただきましたので頑張りたいと思います。じゃあ、あの、グッズ最後の曲ですね、はい、どうもありがとうございました、はい、また、あの、ゴミュさん、ゴミュ祭り、はい、まあ、読んでいただければと思います。懲りずに、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お好み焼きも美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、最後の曲はザラオーズ。Screaming becomes a
ありがとうございました。ありがとうございました。